こんにちは。似顔絵スクール星の子主催の小川原智子です。今日はこんなものを持ってます。ずいぶん古い絵ですね。千里さんという私の生徒さんが8歳の時に描いてもらった絵です。東京のどこかで、かなり年配な男の人に描いてもらったって記憶があるそうです。兄弟も描いてもらって、兄弟は別の人に描いてもらったようですね。この時のインパクトがあって、似顔絵っていうものを自分も描いてみようと思い立ったようです。ではこれは確かに、この絵ちょっと説明しますと、下書きなしですね。私が始めた35年ぐらい前はそういう先輩がたくさんいました。そういう先輩に教わったので、私も下書きはしませんでした。下書きなしの一発書きですね。で、肌の色とかあんまりつけてません。水墨画みたいですね。で、バックにちょっと色を入れる程度です。で、名前を書いて年齢を書くというのがこのスタイルですね。このスタイルは東京タワーとかいろんなところでやってたスタイルかと思います。ペン先が効いていて、筆ですね、筆先が効いてますね。多分作用とかっていう筆だと思います。作用で墨で描いてた絵です。さあ、で、生徒さんというわけで、私10年ぐらい前かな、千里さんが白金のスクールでやってる時に来てくれて、その時にスクール30人ぐらいだったんですけれども、みんなを描きますよって言って1人5分ぐらいで描いたいです。まあちょっとデフォルメしてますね。で、お客様的に描くとこんな感じっていうのが千里さんの特徴です。眼鏡をかけてて、目はちょっとつれっつってて、口をキューッと横に開いて、鼻は大きいっていう特徴がありますね。では、どんな人がどんな絵を描いてたか紹介していきましょう。では、こちらです。これはもう白黒というか鉛筆で描いた絵ですね。で、チリリンさんって描いてありますね。2019年、あ、山田充さんが描いてますね。新潟の大有名似顔絵師ですね。さて、ここには千里さん、あ、うちの生徒さんですね、安野さんが描いた、この目の描き方は特徴がありますね。で、下がキャベツさんですね。私も一緒に描いてた、もうめちゃめちゃうまい人ですね。色が派手で面白いですね。で、こちらがやはりお教室の生徒さんなんですけども、みなさん、こちらもみなさん、綺麗ですね。パステルで描いてます。こちらの方が、まあ、綺麗に描いてて、ちょっとこっちの方は特徴を出した輪郭、ちょっと針を入れてますね。で、これはきっとうちの生徒さんが越谷レイクタウンで、似顔絵博覧会っていうのをやって、無料で生徒さんが描くというのをやった時のイベントの時の絵だと思います。はい、チリリンさん、豊坂さんというサインがありますね。ペンとマーク、あ、マーカーだけかな、マーカーだけ、コピックもしくはコピックだけで書いてます。で、大陽子さんって書いてある。この目、なかなか目力がある面白い絵ですね。で、こちらがだいぶ前、帽子かぶってんですね、千里さんね。眼鏡外してるからちょっと千里さんっぽくないんですけれども、実は綺麗に書いてもらおうと思ったんでしょうね。で、これかなり勢いがあってよく似てると思います。千里さんの雰囲気捉えてね、これはそうですね、パステルかな、クレヨンかなっていう感じで、マーカーにパステルかクレヨンですね。これを描き方は、ダイレクトに描いてる感じですね。下書きせずにグイグイ描いてる感じなんですね。で、こちらが、あ、ともこさん、うちの生徒さんで、めちゃめちゃ優しく綺麗に描いてくれる作家さんなんですよね。優しく描いてあるいい絵です。これ千里さんへって書いてありますね。これは誰が書いたのかな、ちょっと私にはわからないですね。そして、ではこちらも、あ、これもともこさんが書いてますね。こちらの作家と作者と同じです。
千里さんが眼鏡を外して、お美人にかけてますねっていうか美人なんですけどね。はい、で千里さん、これはパステルで描いてもらってますね。いい感じ。この髪の毛のグラデーションとかね、綺麗ですね。キャラクターって素敵です。で次が漫画家さんに描いてもらってますね。これはコピックだけでしょうか。髪の毛ブルーになって、ブルーだったわけじゃないと思うんですけれども、すごく綺麗にいい線で描かれてて、私の好きな絵の一つです。でこちらは後ろに桜があるので、上野の桜祭りの時に描いてもらったものかもしれませんね。あの目の上がってるところ、口の開き方、鼻、全部よく特徴を捉えてますね。で、息子さんと一緒に描いてもらったんですね。この絵もいい絵ですね。優しそう。はい、次も行ってみましょう。これはちょっと髪の毛を一つに結んでいて、仕事ができる女の人風に書いてありますね。素敵。で今度は3人でご家族で書いてもらってるんですね。なるほど。へえ、息子さんや娘さんも綺麗に書いてあります。次が、あら、アクアシティで書いてもらってるっていうことは、うちの作家さんですね。あ、また三郎さんです。お客さんに対してこう優しく描こうと思ってるのかな。目を垂れ目にして描いてますね。でこれがうちの作家のひげさんです。ひげだるまさんですね。ひげだるまさんは教室でこの千里さんを教えてるので、なんか思いっきり描かせてもらってますね。とってもよく似てます。でこの千里さん、メリルケイさんかな。あ、私が以前教えたことがある人ですね。思いのほど教えたかな。なんか不思議な雰囲気があっていいですね。さあそして千里さんですね。これも明るく描けてますね。でこれも V サインをしてる千里さんで、千里さんこの例を描いてるので、似顔絵描いてるので、こんな風にも描いてもらってますね。というわけで、まあ、色紙サイズのものをちょっと紹介したんですけれども、実は本当はもっともっと描いてもらっていて、いっぱいあるんですけれども、大きいものだけを紹介しました。こんなに多分50枚以上は描いてもらってるんだと思うんです、千里さん。でも描く人によってこんなに違っちゃうんですね。描く人によって同じ顔を描いても違うっていうのが楽しいのが似顔絵ですので、今回千里さんショーを楽しんでいただけましたでしょうか。私のやっぱり何とも言えず一押しはこちらになります。で私としてはこの一瞬で描いた、5分で描いた千里さんもよく似たかなと思ってます。というわけで、今日のところは千里さんショーを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。